キューバート DJ キューバートはアメリカ合衆国の DJ、作曲家である。本名はリチャード・クワイ・ティビス。サンフランシスコにて生まれる。ソロ活動のほかインビジブル・スクラッチ・ピクルズというターンテーブルでのバンド活動もしていた。ターンテーブリズム・スクラッチの発展に現在も関わる重要人物の一人である。 1980年半ば、当時サンフランシスコのヒップホップコミュニティに影響を受け DJ を始める。1990年に FM20 というグループでミックスマスターマイク、DJ アポロと共にデビュー、ブレイクダンスチームロックステディクルーのクレイジーレックスの目に留まりチームの DJ を任される。1991年に DMC アメリカ大会にて優勝。 世界大会においては、アメリカ代表として2位となる。この年の世界大会優勝者は1990年度、大会優勝者でもあるドイツ代表 DJ デビット、3位は日本代表 GM ヨシ。個人で DMC に出場したのは、これが最後である。1992年に DMC にて、ロックステディクルーの DJ として初優勝以後、アポロがチームを抜けて、 ドリームチームという名義でマイクと共に1993年、1994年と続けて優勝を果たした。ありがとうございます。